ヒデさんの動画です。ちょっと突然スタートしました。これ本日発表なんですか？そうです。はい、じゃあ声は静かめでお願いします。はい、今日は3月10ですね。はい、どの営業マンが持ってきたかっていうと怒られるんで、ちょっと触れないでおきましょう。ベッセルさんのデンドロポールがね、新しくなるらしいんですよ。はい、デンドロポールプラスということで、これね、問屋さんより先にうちに持ってきたということです。問屋さん、ごめんなさい。発表させていただきます。ですね、デンドラボールの今ノーマルがあって限定色が出て、あとハイスピードっていうのが出ましたよね。じゃあ今度何したんだってことなんですけれども、遅くしたそうです。今これ現物、はい、これ誰も見たことないやつなんですけれども、ちょっとグレーがかってて、デンドラボールっていうのが1分間に400回転するんですけれども、こちらの製品はですね、今ここ光ってますけれども、ここをですね長押しでいいんですか？はい、長押しするとですね、低速中速ってことで切り替えられるんですけれども、それで、より細かい、ネジなんかを締めるときに遅い方がいいぞっていう声があったみたいで、そのように変更できるということです。はい、でそのですね、回転に関しての補足なんですけれども、通常こういった、回転ものの工具って、スピードを落としていくとトルクが上がるじゃないですか。ただ、このデンドラボール逆でして、スピードが遅くなればなるほどトルクが下がっていくので、その今電気屋さんに向けて、ちっちゃいネジどうですかとかって歌い文句あったじゃないですか。だから遅くなるとトルク上がっちゃってネジぶっ壊したしょうがないんで、その辺考えられてます。回転を落とすとトルクが下がるような仕組みになってます。あとはですね、今回新たに、この後方部なんですけど、ここですね、落下防止のケーブルが付けられるように加工をして、ちょっと現物3色借りていいですか？なんかね、限定色を出す布石ですかなんて言ったんですけれども、まさかのベッセルさんがこの落下防止ケーブルを4色も発売するということで、皆さんどうなんでしょう、デンドラボールに合わせて赤もしくは黒あたりなんですか？あとはね、ちょっと巻きなんとかさんにあやかってですね、オリーブなんとかみたいなね、カラーも出すってことで、こういった色で揃えてる方、こうやってケーブルも一緒にね買ってみたらいかがでしょうか、いかがでしょうか。あとはですね、絡みにくいようにこの先端っていうんですか、ここ縫い付けてあるんで、まあまあまあ使いやすいのかな。はい、ベッセル好きの方いかがでしょうか。はい、ちょっとこちらの話に戻らせていただきます。充電がですね USB の C になりました。しかも充電位置変わりましたね。はい、C になりました。いいと思います。はい、あとはベッセルさんの、デンドラボールの特徴ですけれども、このねスイッチが押しづらいとかね、操作しづらいとかっていう声あります？これはわざとでございます。ここフラットにしてあって、こうホルダーとかにぶっ刺した時にこのねスイッチがね引っかかってこうホルダーの中で回っちゃうんですよね。それが、このフラットになってることで、回らないということで対策してありますね。これ一番最初に出したのに、ちゃんと作ってありますから、よろしくお願いします。あとは、僕実際聞いたことないんですけれども、ここ破損した人います？今までのデンドラボールで、なんかそういう声がほんのちょっとあったらしくて、より強化しましたということで、あとギアもなんか強化したっていう、声をいただきました。はい、追記ございました。このスイッチなんですけど、エラストマー樹脂でより滑りにくくしたと、いうことがありますんで、これノーマル品も変更してもらっていいですか？ダメダメというわけで、はい、こちらの新商品に関しては、ここエラストマー樹脂で滑りにくくなりましたということですね。で、私まだ動画にしてないんですけれども、ちょっとねまた木工の方の話になっちゃうんですけど、こういったですね、下穴切りなんかも出てるんですよ。デンドラボールで使ってねとかっていう切り、こういうのとか、あとこういったね、専用のホルダー、発売してますんで、この辺もね、合わせて買っていただきたいのと、あと今回新商品で出たのがですね、ビットホルダースパナ掛けとかって商品なんですけれども、はい、取り付けてみました。まあガーッと締めるじゃないですか。で、締めましたって言って、まあそれ以上手締めしたいんですけれども、ここにスパナをこうかけていただくとよりギュッてこう締められるという商品ですね。で、抜く時もそうなんですけれども、ギュッと締まっちゃってるやつこれで抜けないじゃないですか。なのでスパナかけてもらって一回最初だけギュッて外せば、後でこれで外せるという商品になってます。この辺も、発売しますので合わせてよろしくお願いします。はい、というわけで、ちょっとね突然スタートしたんで、ちょっと話の中に抜けがあったら申し訳ございません。発売日は4月4日ということなので、4月4日にベッセルさん発表だから、おそらく販売店早い店でも6日とかだと思われます。まあ、ご予約受け
数が少ないんですよね。予約受付する店が出てくるのかちょっと分かんないんですけれども、まあ、今ね、限定仕様のように、入荷数が非常に少ないということですので、ね、この、遅い書いてほしいなって方は、どっかね、お近くの店聞いてみてはいかがでしょうか。はい、というわけで以上、イエスさんの動画でした。お付き合いありがとうございました。